皆さんこんにちは、フォトシンです。2021年がですね、いよいよ終わりに差し掛かってきていますけれども、皆様良い1年が過ごせましたでしょうか。まあ本当にいろいろなことがあった1年というか、まあここ2、3年そうなんですけれども、まあ、今年もちょっとコロナの影響でなかなか思うように動けなかったシチュエーションも多かったと思うんですけれども、まあ振り返ってみると結構楽しい1年だったなっていうふうに個人的には思うんですけれども、まあ、今回はちょっとそんな振り返りというかをしながらですね、1年を終われたらいいかなというふうに考えております。で、まあ、今回の一番のこの動画の趣旨なんですけれども、まあ、先日ですね、僕のチャンネルの視聴者様の登録者数が2万人に到達しました。で、まあ、本当に2万人って数だけ見るとすごい実感が湧かないんですけれども、まあ、僕自身そこまでチャンネルが多くの方にですね見てもらえるとは思っていなかったので、本当に純粋に驚いているのと嬉しい気持ちでいっぱいで、まあ、いつも本当に見ていただいている皆様にですね感謝の気持ちをちょっと今回伝えたいなというふうに、まあ、思って動画をね撮っております。本当にいつもありがとうございます。で、まあそんな感じで2万人にはいったんですけれども、特に数にこだわることもなくてですね、撮られることもなく、これからも継続して、まあ、同じコンセプトでですね、風景写真の背景を伝えるということを、まあ、最初からずっとコンセプトでやってるんですけれども、まあ、それをずっと、まあ、やり続けていきたいなというふうに考えておりますので、まあ、引き続きフォトシンチャンネルをよろしくお願いいたします。で、まあ、今後の、まあ、動画の内容とかになるんですけれども、まあ、そんなに大きく変わることはきっとないんですが、まあ、基本的にはですね、もうシンプルにそういった背景を伝える映像ですねを中心にやっていきたいなというふうに考えています。で、これまでは割と現像のお話だったりだとか、カメラの機材のレビューだったりだとか、まあ、そういったいろんなことをやってはいたんですけれども、まあ、基本的に僕の中でですね、一番やりたいことを伝えしたいことっていうのは、もう自分が見て感動した自然をいかにこうお伝えできるかというところ、まあ、そこが一番大事だなというふうに思っていますので、まあ、そこを中心にやっていきたいなというふうに思っています。なのでこの動画を見ていただいてなんとなくわかると思うんですけれども、まあ、半年ぐらい前からもうカメラの話とかそういう機材の話一切やめたんですよね。なのでもう本当に自然の中にいる動画に、まあターゲットを絞ってずっと作り続けてるんですけれども、まあ、そもそも僕自身があんまり機材のことって興味がないっていうので、もちろん見たりするのは好きなんですけれども、自分でそれを紹介したいかというとそこに熱量もないですし、別にカメラは道具であって、その道具を使って、まあどんな写真を撮るのか、どんな映像を撮るのか、どんな物語を作っていくのか、まあ、そこがすごく大事だなっていうふうに思っていますので、まあ、僕のチャンネルではそこを一番大事にしてこれからもやっていきたいなっていうふうに考えております。で、まあちょっとそんな感じで、動画の方向性っていうのはですね、今後もこんな形でやっていくよって話なんですけれども、動画にしなくてももうちょっとなんかお話ししたいなということ、そのメインのチャンネルの背景だとか補足したいなっていうことって結構あるので、まあ、そういったことの情報を発信する場をもうちょっと設けたいなっていうのはずっと思っていて、まあ、この度ですねサブチャンネルを開設することになりました。で、そのサブチャンネルの名前がフォトシンラボっていうですね、まあ、ちょっと研究室みたいな感じなんですけれども、フォトシンラボというね、まあブースというかチャンネルを作りました。で、まあそこのチャンネルの中で、どんなことをやりたいかというところなんですけれども、メインのチャンネルで伝えきれなかった、まあ補足的なことだとか、まあ、あとはちょっとした機材のことだとか、まあ、動画にするまでもないようなね、まあお話だとか、まあ、動画っていうかメインのチャンネルでわざわざ作り込んで話すまでもないような、まあ、そういった話をですね気軽に、まあ発信できる、まあチャンネルにしたいなというふうに考えておりますので、まあ、ぜひですねそちらのチャンネルも概要欄の方に早速貼らせていただいておりますので、チャンネル登録の方をよろしければお願いいたします。まだどんなことをね具体的にやっていくかっていうところは手探りなところもあるんですけれども、まあ、基本的にはそういったまあ、使い方をして、まあ、ラジオ感覚で楽しめるような感じだとか、あとは視聴者様の写真を紹介したりだとか、まあ、そういった、まあ、臨機応変にいろいろ写真が好きな方がね楽しめる、そして初心者の方からね楽しめるような、まあ、そういった、場所にしたいなというふうに考えております。ということで、まあ、今後の方向性をちらっとお話ししたっていうところと、あとは、サブチャンネルを作ったっていうところになりますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。で、最後に、まあ、今回ね2万人到達達成の、まあ、ちょっと
お礼としてですね、まあ、ちょっとプレゼント企画を初めてなんですけどやろうかなっていうふうに考えております。全然大したプレゼント企画ではないんですけれども、今僕のフォトシンファインアートというですねプリントショップがあるんですが、そちらで写真をですね販売させていただいております。ありがたいことにですね、結構今年半年ぐらい前からですね始めてたんですけれども、たくさんの方にご利用いただいて、写真プリントをですねお届けさせていただきました。本当に僕自身も別に有名な写真家でも全くないわけなんで、どこかのメーカーさんとつながってるわけでもない田舎の少年が、少年ではないな、ジジイでもないです、田舎のおっさんが風景写真を撮ってるだけの話なんですよね。まあそんな、だけのそれだけのことなんですけれども、こうやってね皆様にプリントを購入していただいたりだとかして、できているのがね本当にありがたいことだなっていうふうに思います。まあ、そんな僕が撮った写真なんですけれども、YouTube の中でも撮った写真とかもね実際に販売はしてるんですけれども、まあその中ですねプリントショップの中から、好きな写真を、選んでいただいて、そして、プレゼントしたいかなっていうふうに考えております。でそのプレゼントの、応募方法なんですけれども、単純にショップに行ってもらって、あこのプリントいいなっていうふうに選んでもらって、そして、DM の、メッセージ用のメールアドレスを下に貼ってありますので、そちらに送ってください。そしてなぜその作品が良かったのかっていうのをですね、送っていただきますと、応募が完了となります。そしてそれを見させていただいた上で僕がピックアップをですねして、ちょっとメッセージをですね、送らせていただきますというメッセージをさせていただきますので、できるだけそのなんでその作品が良かったのかっていうのをピックアップした理由をですね書いていただけると嬉しいです。で、今回は3名の方に、ちょっとねこちらのプリント A3 のファインアート紙でですねプリントを送らせていただきたいなというふうに思いますので、よろしければ興味があればぜひですねご参加いただければというふうに思います。はい、ということで、あとは普通に販売もしてますので、プリントもしねお家に飾られたいとかお店に飾られたいとか、結構ねお店に飾られたい方で購入された方が多くてですね、そういった用途で使ってもらっているような形になるんですけど、玄関でもいいですし、トイレでもいいですし、寝室でもいいですし、とにかくそういった、本当こういう風景写真のアートを身近に感じてもらいたいなっていうのもありますので、そんな形でご利用いただけるととても嬉しいです。ということで、今回の動画はね、さらっとこうお話しして以上になるんですけれども、まずは2万人の、チャンネル登録者数に達成したということのまずお礼と、あとは、このチャンネルの今後の方向性プラス、新しいサブチャンネルを作ったよということですね。そして、プリントのプレゼント企画の紹介という形でお話しさせていただきました。ということで、今回の動画は以上になるんですけれども、明日からねまたちょっと撮影に数日出てくるんで大雪にもなると思うんですけれども、年内もねちょっとできる限り撮影したいなと思ってますので、またその様子もお届けできればというふうに思いますので、お楽しみにしていてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様良いお年をお過ごしください。それではまた。